としよう。俺たち撮ってるよね。全然違う、なんか設備の写真とか撮ってる。スタジオの設備こっちめちゃくちゃポーズ撮ってるのに。ちょっとオープニングさらっといきますよ、短くいきます。はい、はいはい、この間、はい、まあ、珍しくというか、うんうんうん、うちの嫁の天然というか、おいどうしたっていうのを目の当たりにしまして、はいはい、気になる。ある夜中ね、はい、まあまあ、パソコンでなんか仕事してて嫁がね、うんうんうん、で菓子パン食べてたんですよ。お、まあ、お腹空いたんでしょうね、夜中にね、うんうんうん、菓子パン食べてて、はいはい、ああだ俺もそれ見てて、ああなんかまた夜に食べてるなと思って、菓子パン食べてるなと思って、はい、まあその日そのまま寝るじゃないですか、うん、で次の日朝起きたら、はい、まあ朝食準備するときに、うんうんうん、嫁がパンがないって騒いでるんですよ、うんうん、でうちの子たち小学生のね子たち呼んで、うんうん、すごい眉毛嫁がしゃべつれて、はい、その子供たちにパン食べたの誰だって言って、はい、いやお前だよこんにちは、こんばんは、伊波優作です。こんばんは、上原舞乃です。さあ始まりました、ギノガルフ。はい、それは、うん、結果突っ込んだんですか、伊波さん。僕が突っ込みました。いやいや、昨日食べてたさって言って、うん、でへみたいな、あ、そうだったってなった、でへみたいになったんですけど、かわいいかわいい。それを俺ギャグで言ってるのかなんかが分からなくて、その、うん、あ、本気なのか、本気なのか、はいはいはい、でもまあ結果本気で、うん、パン、まあよく子供もね、うん、黙ってなんかお菓子とか食べたりとかよくするから、うん、今回もそのパターンだろうと思って嫁は言ったみたいなんだけど、うん、いや明らかに昨日かぶりついてたさ。なるほどなるほど。だからなんだろう、だから子供たちは濡れ衣を着せられたわけですよね。子供たちはなんか食べてないよ食べてないよって言ってるんですけど、それもまあいつもの同等文句なんですけど、うん、誰だみたいな感じで言ってるんですけど、うん、いやお前だよって新しいパターンだ。そうです。なんだろう、このね情景っていうか、うん、なんだろう、犯人が犯人探ししてる光景。まあ、じゃないですか。犯人と気づかれないためにやる。気づかれないために ね人狼とかだったらね。あ、そんな感じで、ね。うまいかもしれないですね。ひょっとしたらね。もうよくわかったな、明智くんみたいな。ね、夢からしたら。いやだからもう伊波探偵が。伊波探偵がすぐ気づいたんですね、はい。昨日食べてたのはお前だ。っていう感じだったんですけど、本人は全然覚えてないんですよ、ね。すごいですね。よっぽどなんか なんでしょうね。こうなんだろう、この光景が、うん、変な感じっていうか、うん、なんて言い争いか。多分ですよ、うん、もう年末に差し掛かってるんで、うん、忙しいんですよ。あ、なるほどなるほど。バタバタしてるんですね。本当にいろんなことがあるんじゃないですか。だって今披露宴シーズンだから多分奥さんも大変でしょ、いろいろ言ってるでしょ。結構忙しそうですね。ね、そうだと思うんです。まあ、普段のね仕事もありますし、うん、家事育児もそうでしょうけど、うん、だからもうちょっと忘れたんじゃないですか。他の作業しながら、うん、もういろんなことをしてるから。そうそうそう、怖くなって、これが行き過ぎたら夜中にね、うん、冷蔵庫とか開けて食べてて、怖い怖い、あ、弁当に入れる食材がないとか、ね、誰だ食べたのとかって言って。でもうちの奥さんのお母さんも、はい、うん、無意識でアイス食べるらしいんですよ。前ね、あ、うん、本人覚えてないって言うんですけど、うん、
ただお父さんが義理のお父さんが言うには、はいはいはい、いいアイスから先に食べるって言ってました。ちゃんと頭で考えてるの。選別する脳は働いてるけれども、ちゃんとそこは働いてるんですね。食べる、食べてたことは覚えてない。そうそう、らしいですね。いい仕組みですね。ですね。都合が、都合がいい、都合がいいですね。脳してますね。はい。さあ、じゃあもう早速いきましょうか。この1週間何があったのかなのコーナー。うん、じゃあ、舞のからいきますか。はい。はい。なんか今の話とちょっと似てるんですけど、おばあちゃん、私のおばあちゃん、最近よくおばあちゃん家お泊りするようになってまして、で、よく朝起きて、一緒に朝ごはん食べたりするんですけど、毎回、やっぱしおばあちゃんなんで、同じことを聞いちゃうんですよ。ああ、なるほど。今日は仕事ね。ああ、違うよ、今日休みだよ。あ、そうね、よかったさって言って、それを5分後にまた、やるんですよ。そしたらもう、なんだろうな、朝食時間が、なんだろう、なんか、なんだろう、不思議な気持ちになるというか、自分までおばあちゃんと同じような感覚になってしまって、だから私もおばあちゃんに同じこと聞いて、おばあちゃんも私同じこと聞くみたいな感じになってしまって、要はだから同じこと聞くから同じ返事するじゃないですか。そうそう、それがまた何分後かにっていうか5分後に同じ時間が何回も何回もエンドレスで、だからもう本当に感覚も同じ感じになってしまって、その朝食時間ずっとふわふわしてるんですよ。もうでもね、これはね、もうあの何回も答えてあげた方がいいと思います。そうですよね、僕は。はい、もうやっぱそれがおばあちゃんとのコミュニケーションだし、そういうのってね、やっぱ記憶に残るのよ。そうなんですよね。そうそう、だからもうそれはもう何回も答えてあげるのが僕は正解だと思いますね。だからもう本当になんだ、ふわふわとした、だけどそんな悪い感じはしない、いい時間、いい時間を最近は過ごしてますね。おばあちゃんと朝食食べるんだ、いいね。いいね、いい時間だね。最近はちょくちょく泊まりに行ったりしてやってるので、嬉しいでしょうね。いや、おばあちゃんと話するの楽しいです、めちゃくちゃ。なんだろうな、もうすっごいゆるい空間じゃないですか。で、おばあちゃんってちょっと喋る口調もゆっくりだったりするので、なんだろう、それの波長が多分自分に一番合うのかなと思います。安心するのかな。そうです、そうです。前のあれだね、今日90年代感がより出てるね。あ、出てますか。顔顔どういう顔です。あの JR 東海のクリスマスエクスプレスに出てくる人みたいな。あの牧瀬里穂とか。そうそうそう、わかる。牧瀬里穂のわかんないですね。クリスマスの時期になったらよく流れてた CM のイメージ。そう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 、はい、ふっけす。ああ、わかります、わかります。いや、その時の90年代の人の顔よ。そうなんですか。牧瀬里穂じゃなくて、他にいたな、誰だったかな、誰かみたい。誰か。後で探します。でも嬉しいです、それ。だけど、なんか、90年代顔って言われない？あ、でも言われます。昔の顔って。昔の顔って。今日、なんかより、あ、深津絵里、そう、ぽいよ。あの時の深津絵里っぽい。へー、復活襟出てたね。あ、そうだね、色白だしね、あの時のね。そうそうそう、あー、嬉しい嬉しい。まだ踊る大捜査線とかではないない時ね。あの時の復活襟っぽいですね。へー、嬉しい、ありがとうございます。じゃあなんかちょうだい。なんでですか。あ、じゃあ、はい、サウロ兄さん復活襟って言った後にサウロ兄さんで自分で言ってもわけがわからないですね。どういうこと。サウロ、あの時のサウロお兄さんに似てるってわからないので。出てたんだ。出てたかもしれない。サウロお兄さん出てたかもしれない。俺たちが知らないだけで。あ、そうか。そうか、そうか。今俺たち思い出せなかったじゃないですか。そうね。そうですね。いつか、なんか、あー、あれ誰だったかなって。差がつけたな。じゃあ以上で。あ、はい、以上で。じゃあ、皆さん、いきますか、この1週間。僕ね、この間の日曜日に、うちの娘と息子が通っている小学校の、加津小学校のバザーがありました。はいはいはい。で、僕もちょっと手伝いに行って参加してきたんですけど、学年ごとに分かれてるんですよ、店がね、そのバザーの店が。で、長女が6年生なんで、その6年のその6学年のその店の手伝いに行ったんですけど、それがカレー
だったんですよ、カレーの配膳作り。ああ、いいじゃないですか。まああれね、あ、まあ、言ったらあのやっぱりお母様方が多くて、まあ、もうすでに準備をして、いやもうバザーにカレーはつきものですよ。いやだからね、美味しいですよね。大きい鍋にさ、そうね、締め鍋、あのでっかいやつね、でっかいやつに大きいので作るから美味しいんですよね、またね。あれだから400人前ぐらい作ってんじゃないかな、一つの鍋に100人前で、で僕はもう本当にちょっとその販売前にちょっとカレーを混ぜてでそれを配膳しても実際にあの売り出しの時間になったんで、ルーを入れてそれであの販売するっていう手伝いしたんですけども、よくよく考えたら、いやあれはその前の準備が本当大変だっただろうなと。具材を大変でしょうね。そうですよね、何百人分切らなきゃいけないわけでしょ、野菜も肉とか準備も、何百人分もさ。いや、お母さんたち大変でした ね、だから僕らなんか、まあ、当日はその交代制で僕2時間、1時間半ぐらいかな。あ、でも偉いね、まあ、交代したんですけど、その後にカレー食べてる時に気づきましたね。はっ、これすんげえ仕込み大変だったんだろうなと思って。いやでもだからね、あのお父さんお母さん、まあ、その仕込みしてたのお母さん方だったんですけど、いや偉いっすよ本当に、ね、まあまあ仕事でね、給食のねおじさんおばさんとかは分かりますけど、まあ、こうバザーってことはもうね、そういうチャリティー的なことでしょ、そうですよね、そういうことでしょ。そうだ、カレー屋があったり、またお蕎麦屋があったり、パン売ってるところがあったり、ゲームコーナーがあったりとかで、結構もうバラエティー豊富で、もう賑やかでしたよ、あれもう本当にね、普通の祭りとしてもう成り立ってるっていうか、子供たちも喜んでいい。またじゃあそこの売り上げでまたそこの施設の何か生かしたりとかなんでしょうね、多分そうなんでしょうね、まあ、学校のためなのか、世の中のためなのか。なるほど、はい、いやでもそういうのに参加するお父さんって素敵ですね。あ、いやいいと、だから今伊波さん褒められてますね。そうです、素敵です、参加するんですよ。いや、はい、いいお父さん。あのさ、キャン君、はい、FM 宜野湾の男子トイレに今手を拭く紙が戻ってきたんですよ。あ、はい、すごく嬉しいんですよ。ただ今度は手洗う、ハンドソープがないんですよ。これさ、なんだったらこの喋ってる人たちでなんか募金箱みたいに作ってやるから置いて。バザーで今思い出したけどさ、カンナさんね、トイレ周りの子とかね結構厳しいんですよ。結構言いますよね。多分ね、1年でペーパーがあるのと3ヶ月ぐらいしかないから。そうそう、あれあると、いや俺らがだって100円ずつぐらいいればきっと大丈夫じゃん。そうですね、それでもいいんで、なんかそういう感じでやった方がいい。あ、気持ちいいから、そうそう、気持ちよく、ぜひ、そう山内さんに伝えてください、提案してみてください。例えばさ、この間さ、先週ほら俺このギノガルフの打ち合わせの時に、まあ、椅子並んでるところに、ロビーの方にほら上王じゃな公民館でダンスパーティーがあるっていう、おお、いつ見てて、行こうかなみたいな、行こうかなとかって言ってたじゃない、一応僕すごいもう気になったらもうちょっと止まらないんで、一応マジか、すごいな。あ、でもどういうことやってるかなと思って、まだ様子を見に行こうと思ったら、なかなかね、まあそのダンスパーティーっていうのはおじいちゃんおばあちゃんたちが、もう多分70、大体がもう平均70以上じゃないかな。もうこれちょっと知らない方のために言いますと、放送終わった後に、そこに貼られてたポスターでダンス教室、ダンスパーティー、ダンスパーティーが、ダンスパーティーがあって、それに屋さんがこう目について、あ、面白そう、行こうかなって会話してたんだよね。そうそう、本当に行ったわけね。じゃあね、そう行ったんですよ。行動力すごい。おじいちゃんおばあちゃんがもう多かった。本当によくもうドラマっていうか、アメリカの、よくドラマとかでダンスパーティーあるじゃないですか、前でロック、ちゃんとバンドが弾いて、そこでそのダンスホールでちょっと皆さんが踊ってるっていうのをまんまやってたんですけど、まあそれがみんなね年配の方で、こんなに、まあ、この上王者の公民館でやってたんですけど、みんな元気だなと思って、ちょっとなかなか見ない光景だったんで、ちょっと嬉しくなりましたね。いいですね、これなんか取材しても面白いんじゃない。いいなと思いました、ね、あのは
まあ、娘も一緒にちょっと見に行こうぜって言って娘と一緒に行ったんですけど、うん、娘は、うん、香水臭いって言ってました、うん、その公民館が。なるほど、なるほど。年配の奥様方が、そうそうそう、奥様方がちょっと強めな香水になってるんですか、ね、いやでもね、とだからみんなこの日をもう一応おきれいにしてね、うん、飾って、うん、そうですね、乙女の心に戻ってやってるんだから、そうそうそう、うん、いやそれはもうちょっとの香水は出るよと。まあでも子供からしたらちょっときついかもね、慣れてないからね。そう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 。前のダンスどうなの？いや私ダンスはもう苦手ですね。あ、そう、苦手です。いや別にキレキレのダンスとかじゃなくて、うん、そういうダンスパーティー的なダンスだったら、うん、できるんじゃない？できますかね、うん、なんだろう、多分恥ずかしがっちゃいます。あ、だ、まあ恥ずかしいじゃないですか、うん、でも、うん、ちょっとでもやっぱそういうきっかけっていうかダンスパーティーでじゃやらなきゃいけないっていうか、うん、やるっていうことがあったらちょっとやりたいと思いません？あーでもそれは思います。普段できないから、うん、そうね、きっかけがあったら体動かすの面白いかもね。面白いですよ。そうですね、きっかけさえあれば、うん、そこに行くまでがね、ちょっとそうですね、結構手間取れて、いや行きたいな、うん、いつになったら俺行けるかな、あのパーティーに。え、もう、あ、なるほど、見ただけじゃなくてやっぱ参加したいんで一回は。本当は、うん、やっぱみんなちゃんとね、うん、あのスーツ着て、うん、あ、奥様方はドレス着てだったんで、うん、もう、まあ、それで僕がスーツ着ても多分浮くとは思うんですけど、うん、ちょっと年が離れてて、うん、いやでもあの雰囲気いいな。あ、いいですね。いや、いいと思いますよ。あっちも喜ぶでしょ、うんうん、絶対喜びますね。若いのが来たってなりますね。もうおばさんたちもみんな一斉にキャー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 言われる、うん、キャーキャーしますよ。キャーキャー言われる。モテますよ。モテモテなるかもしれない。モテますよ、うんうん、いや行きたいなモテたいなそれ、もしなんか追加情報があれば、はいはい、教えてください。そうですね、はい、うん、じゃあ僕なんですけれども、はい、ね、2つありまして、1つは、うん、土曜日、うん、ライカムで天竜源一郎さんとトークショーがありました。あ、行ってましたね。はい。めちゃめちゃ多くの人が来てくれました。ありがとうございました、どうも。で、キャン君もね、ね、また音響で入ってくれたんですけど。うん、で、天竜さんね、やっぱりもう、腰とか足がだいぶ、実はもう、本当に、まともに歩くのも難しいぐらいなんですよ。あ、そうなんですね。はい。で、ステージがちょっとね、段差があったんで、はいはいはい、ちょっとそこでバランスを崩してしまう場面もあったんですけど、ちゃんとそれも笑いにしてね。で、来た方に、うん、いろんな話とか夫婦論とか、うん、仕事論とかいろいろ語ってくれて、夫婦長続きする秘訣って何ですかって言ったら、うん、なんか俺が稼いでやってるとか、うん、ご飯作ってやってるとか、うん、そういうことじゃなくて、うん、お互いがお互いをこう尊重し合うことが長続きする秘訣じゃないかって言って、もうみんながすごく納得して、天竜さんが言うんだったらもうね、いや本当にそうなんですよ。で、その次の日なんですよ、うん、で音市場で、はい、琉球ドラゴンプロレスの大会がありまして、はいはい、琉球ドラゴンチャンプルがありまして、うん、でもう本当にいい大会だったんですよ。もう超満員、うん、立ち見も出てね、最高だったんですよ、うん、でそのメインイベントの時に立ち会い人といってベルトをかけた試合の時に、うん、天竜さんが出てくるんですけど、うん、その時、はい、杖も何も使わないんですよ。グワーって歩いてきて、あ、かっこいい、入ってきてリングに立つんですよ。あ、かっこいい。この姿見て僕前の日に見てるわけですよ、杖がないと歩けない様子も、うん、だからこれはもう天竜さんのリングに上がるときは杖なんかつかないっていうこのプライドを見て、ちょっと僕泣きそうになりましたね。いやプロですね、はい、すごい。いやもうかっこよかったですね、うん、本当にリングに立ってる天竜さんはね、やっぱりかっこよかったですね。まあおいつなんですか天竜さん？ね、多分67、8。へえ、すごいですね。だと思います。大人のダンスパーティーに行ったらちょうどピッタリ同じぐらい年齢の方がいらっしゃる。いやでもそこにいたらすっごいもうオーラがすごいですよね。いやでもう本当にね、その、うん、感じも素晴らしかったですし、うん、僕にもなんかね、もうなんか沖縄の久米宏ってずっと言われてて、ね、なんか知らないですけど、そのいろいろ、いろいろ、ね、でもすごい天竜さんに言われるって、いやね、もう沖縄の久米宏がこういう風に言ってくれたらね、嬉しいね、って言ってくれて、いいね、すごい、俺もこんな有名人と会えて嬉しいよ、いやいや天竜さん何言ってるんですか、ありがとうございます本当に、何おっしゃいますやら、そんな時間がこう、あ、いやね、いい時間、本当にもう毎年もよくしていただいて、うん、またね、娘さんがいろいろこうね、事務所というか天竜さんのこういろいろ仕切ってるんですけど、その上もしっかりしてて、ね、はい、
いやありがとうございます。いやいや似てるでしょめいめいさん。これは似てると思いますよ。似てないって。え似てると思う人、似てないと思う人ツイキャスください。これ似てるでしょ。うん。似てます。これ似てました。はい、ありがとうございます。うん、これ似てないって言ったら僕本当にへこみますから、ね。自信を持ってやったつもりなんですけれども、ね、はい、ということで、本当にいい時間過ごしました。さあ、うん、では、ここでバーティーダ情報いきますか。はい、はい、これいつも通りですね、火水木お休みとなりまして、うん、そして、金土日月と、はい、営業しております。若狭大通り次郎町寿司2階にあります、はい、バーティーダ、ぜひ皆さん足をお運びください。よろしくお願いいたします。お願いします。はい、さあでは進めていきたいんですけど、はい、ちょっとね、うん、今日先に行きますか。あのね、番組後半では、うん、ギノガルフ懺悔室ということで、はい、我々が謝ります。それをまたあのツイキャスの皆さん、あ、ツイキャス拾ってないね、ごめん。はい、ぜひ皆さん、判断をしていただければ、ね、丸か×かでね、丸か×かでね、判断をしていただければと思いますので、ちょっと僕らも判決しますので、はい、ですね、そうですね、はい、であとは、うん、もう先に言っておきます。おまけ放送で、OBP の誰かが出ます、はい、というので誰かが出ますので、そちらもぜひお楽しみに、はい、それではじゃあちょっと、駆け足でいきますね、はい、沖縄にワンチュールさん、久々にあれします、カルロス俊樹ですということで、何言ってるんでしょう。出た出た、はい、サロー兄さん、矢さんの奥さんはしっかりしてそうなのにねって、本当そうだよね。はい、めいめいさん、はい、あ、そうそう、会場でもねお見かけします、今年いっぱい頑張れそうな私です。いい試合見ましたもんね、本当によかった。カラスモリティアラさん、こんばんは、チキンナゲットはマスタード派ですということで、私もいや、これ今日フォーカルで、あ、バーベキュー、マスタードどっち。マスタードです。お、マスタード、珍しい、どっち。僕ね、何もつけない派です。ああ、そっちか。キャン君は、あのチキンナゲット何つけるソースは。僕は基本何もつけないです。あ、一緒だ。そう、ね、そうか、なんか若いうちはバーベキューソースで、うん、だんだん年重ねるとマスタードになるんじゃないか、そうなんですか。 あ、ありましたけど、そう、何もつけない派も結構いましたね。うんうんうん、そうか。あ、一発夢さん、昨日の昼間で沖縄にいました、内地寒いということで、あ、そう、フォーカルに差し入れもありがとうございました。すみません、どうもありがとうございました。あ、めいめいさんはマスタード派なんですね。あ、そうそうそう、サロニーさん、あ、忘れてた、こんばんは、最近ハマった映画は E.T. です。そうですか。結構な前のね、ですね、ありがとうございます。だいぶ忘れてましたね。カラスモリティアラさん、内地は寒くて今日から暖房の加湿器始めました、そうそう、なんか気温がもう12、3度、ね、15度下回ってるって言ってましたね。いいですね、だんだん寒いですね。タッケさん、はい、はい、そう、ワンボーロン日本ハムに来る可能性が出てきましたということで、台湾で4割打ったバッターが、三冠王が来るかもということですね。楽しみですね。成田さん、この時間もまだ冷房、そうね、沖縄はね、まだエアコンつけております。はい、あと太鼓さん、ヤホー、はい、ヤホー。サルさん、コンティニーコインもどうもありがとうございます。 ありがとうございます。ジェッテンゴアジさん、はい、こんばんは、今バカ殿のように浸ってますということで、はい、あ、ね、そっか、今やってるんですよね、はい、録画してきました。、はい、ありがとうございます。家帰ったらさ、息子がバカ殿見てて、もう全然夕飯食わんであんの。いや、だからやっぱすごいんだよ。バカ殿って。いや、でも、だって前のも見てたでしょ。見てました、見てましたね。生の舞台も面白いよ、バカ殿。いや、いいですね、はい、テリーさん、これは何、フレームをもらったってこと。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。あ、ありがとうございます。はい、沖縄のチュールさん、ダンスに年齢制限はないよって来てます。ありがとうございます。なんで今語彙栄翔ってそういう書き方かな。あ、そうなんですね。はい、あれ、はい、かなさんとマカラの、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。サザンブリーズもね、やってくれて、なるほどなるほど、はい、ということで、はい、IMJ さんもね来てくれて、ありがとうございます。おー、ありがとうございます。はい、ハイビスカンミーさんに会いたかった、いつでもね来てください、ありがとうございます。はい、あ、アメリカンジョークということでいただきました。はい、ということで皆さん、どうもありがとうございます。さあ、ということで今日も、はい、では進めていきましょうか、うん、ギノガルフ、この番組は石垣島の三崎牛、グッドフィールドグループ、宮平乳業、バーティーダの提供でお送りします。バーティーダ、一人でも気軽にお酒が飲める。バーティーダ、気持ちよくカラオケが歌える。バーティーダ、素敵な
オーナーがいる。ありがとうございます。大人のための歌えるショットバー、バーティーダ、若さ大通り次郎長寿司2階。皆様のご来店心よりお待ちしております。いざワンツーじゃん。宮平乳業の牛乳は低温殺菌牛乳です。生乳本来の美味しさを君も一緒に楽しもう。だから美味しい宮平乳業の低温殺菌牛乳。石垣島の三崎牛本店がついに焼肉屋やっちゃいます。ボリューム満点のランチから本格的な炭火焼肉ディナーまで昼夜好評営業中。精肉販売コーナーも品揃え豊富で、その場で食べて美味しければすぐにお土産用に買えますよ。石垣島にお越しの際はぜひ三崎牛本店へ。僕らの年は知ってます？いや、わかんないです。じゃあこれ当ててもらいましょうか。神奈さんが34、うん、34、はい、で、はい、伊賀さんが48、うんうん、48。いいよさっきのさっきのドア玉のとこ34と48が変わってたの。そんなことある？技能ガールフ。やっぱこのジングルいいな。いいですか？忘れないっすねこれね。前のこういうのはあのなくさないでね。ああ。本当にこういう感覚は。感覚、あのオープニングというかその打ち合わせの時にね、番組始まる前に写真撮るよっつって。そんな話しました。写真撮って。今日もあれあんまり行ったことないんですけど、今日行っていいですか、うん、あの、うん、写真の意味、はいはいはい、はい、うん、あ、今日ピザの日らしくて、らしいんですよ。そうそうそう、じゃああのギノガルフのなんかピザを持ってる感じで回してって言ったら、うん、まず顔の正面に持ってきたんですよ手を、うん、いや前のそれじゃ顔が映らないからね、どっちかにして上に上げてって言って、はい、外側でって上げたら、うん、ギノガルフを縦にしたんですよ。見えなくて、前の見えない、お前バカかって言ってそうそう、久しぶりに直の、ね、直のバカかを久しぶりに聞きました、ね、神田さんに初めてバカかって言われた。いやいや、もう手の位置だけで俺1回突っ込んだから2回目はちょっと強めに行くパターンだったんで、そうですね、はい、面白かったですね。いやいや、ただこういうのはなくさないでね。あ、わかりました。前ののいいところだと思いますんで、はい、ではこの時間はグッドフィールドグループからのお知らせでは、前のお願いします。はい、今日はアズールバイマウジーをご紹介します。そろそろ冬らしくなってきましたね。冬ファッションをやっと楽しめる時期になりました。アズールバイマウジーはクールでかっこいいをキーワードに、チーニングをベースにしたカジュアルスタイリングを提案するメンズレディースの複合ブランドです。アパレルやファッション雑貨、音楽、アートなどカルチャー発信まで幅広いライフスタイルを提供しています。ただいま店内ではブランド一押し美脚デニムも豊富に取り揃え、これからの時期に伝えるアズールおすすめのニットとコートも続々入荷中です。今なら期間限定価格でお買い求めやすくなっています。またメンズ商品もベーシックなアイテムからスポーツウェアまで取り扱っていて、サイズ展開も幅広くありますよ。アパレルはもちろん、大人気の店内の香りのフレグランスシリーズもこれからのイベントやお誕生日、記念日のギフトにもおすすめです。クリスマスプレゼントなどにもいかがでしょうか。ぜひこの機会にアズールバイマウジーにお越しください。スタッフ一同お待ちいたしています。そしてアズールでは店内スタッフ大募集中です。クールでかっこいい空間で一緒に働きませんか。経験未経験問いませんので、ぜひご応募お待ちいたしております。お問い合わせはアズールバイマウジー 3A 那覇メインプレイス店、電話 098-861-6603 098-861-6603 までどうぞ。以上、グッドフィールドグループからのお知らせでした。はい、ということで今日はアズールバイマウジーさんがメインプレス店ということで、はい、うん、まあ、アズール、場所は皆さん分かりますかね。あの三重のなメインプレスの、ね、ミスド、ミスドの方から入って右に行くと、うん、そうそう、いい香りのする、うん、すっごいいい匂いのするいい香りのするお店ですね、うん、で、あったでしょ、なんかクールでかっこいい空間、まさにその通りですよね。黒を基調とした店内で、ね、すっごいかっこいい雰囲気のお店です。ありますよね。で、メンズものも結構あって、僕ちょいちょい買いますね。あ、
そうなんですね。あのね、サイズがあの結構幅広くあるわけ。あー、でも確かに。そうそう、で、うん、細身のものもあったりするので、うんうん、じゃあ神田さんのあれですね、結構ぴったりなサイズがそこにあるんですね、うん、あるある、そこにもある。で、大きいサイズもあるし、うんうんうん、で、ちょっとスポーツウェアっぽいのもあるし、うんうん、だから結構ね、重宝してますね。いや、本当いいですよね、うん、アクセサリーとか靴とかも結構あって、そうそう、小物類も結構あるしね、うん、それもまたかっこいいんですよね、うん、大人の女性な感じでするしますよね。レディースものは本当にね、そういうなんか小物も多いですし、うん、だから、まあ、これからね、年末に向けてプレゼントとか、そうです ね、うん、まあ、トータルコーディネートできると思いますので、ぜひ、アズルバイマウジ、足をお運びください。で、またスタッフもね、募集してるということですので、うん、はい、いや、いいですよ。いろんな経験できると思いますよ。この接客をする、アパレルで接客をするっていう。そうですよね。なんか、若いうちにやってみたかったな、一回ぐらい。いや、いいと思いますよ。ね、いろんな発見があると思いますのでね。接客ってすごい楽しいね。ね、ぜひやってみたいという方、電話 098-861-6603 番、098-861-6603 番まで、どうぞ。以上、グッドフィールドグループからのお知らせでした。今日はアズルバイマウシ3エナハメインプレス店をご紹介しました。さあ、ではここでじゃあ1曲おかけしましょう、はい、今日僕のね、はい、チョイスということで、うん、ですね、いつもあの RBC アイラジオで、はい、スポーツフォーカルで、うん、メッセージを読むときに使ってる BGM があるんですよ、うん、でこれがね、鈴木亜美さんのディライトフルって曲なんですけど、インストなんですよ。だから声が入ってない、うん、やつなんですけど、はい、今日ちょっと インスタのストーリーで、うん、なんであれなんですかっていうのが来てて、はい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 、僕が担当になった時に、うん、ABEX ならインストの曲が何かあるだろうと思って、うん、何枚か出したうちの1枚が今でもずっと使われてるわけです。14年メッセージを読む時の BGM として使ってる曲ですので、今日は歌入りで聴いていただきましょう、うん、はい、はい、鈴木亜美ディライトフル。あー、これ流れてるね、うん、なるほどね、うん、これ鈴木亜美なんだ。そうそう、フォーカルっぽいけど、うん、この歌入りがみんな逆に違和感があるわけ。あー、うん、なるほどなるほど。鈴木亜美なー、まあまあ好きだったな、うん、いや、あの頃の鈴木亜美はね、アミーゴバリバリ、アミーゴ、アヒル口って鈴木亜美からじゃない？そうだね、はい、そうなんですね、あの時はアヒル口って言ってたかな、アヒル口か、すごい、今や DJ ですからね。そうね、沖縄にもちょいちょい来てるよね。あ、そうなんですね、うん、来てるよね。そう、いつか隣に立てるように僕も一生懸命好きですけど、アヒル口してる、アヒル口、うん、猪木ですやってみてください、やってみてください。アヒル口ってけどどんな、俺もできないみたいな、あ、わかんない、俺は、あ、そうなんだなんかすごいなんかあ、ありました、あ、これぐらいか、あ、キャンさんすごい、キャンジョ、キャンも上手だね、これぐらいですよね、あんまりなんかやってないな、なんか顎出ません、顎出ません、いやいや、顎は逆に低いんでしょ、あ、うん、珍しいね、まいのちゃん、若い子みんなアヒル口あるでしょ、まいのアヒル口してるはい、普通だただただ今一点を見つめてるだけの子だな、うん、思えるんです、アヒルになればいいんだ、ちゃちゃちゃ、もっともっと一回尖らして、そうだぞ、いや違うな違うな、なんか眉間にシワが寄るかわいい、はい、かわいい、俺も撮って、撮ります撮ります、うん、あー、なってるかもな、アヒル口っていうか、うん、ダック口だな、うん、
あ、でも一番近いのは多分神田さんです。いや、違うな。キャンコンが一番なら。あ、でもキャンさんすっごい上手。どうなってんの？あ、自然。でも自分ではなってるのは なってない怪しいですけど。ちょ、でも一番、前のちゃんが一番なってないですよ。うん、誰もなってる。いや、みんなってアヒル口しないんだ、写真撮らないんだ、若い子、みんな流行ってるわけじゃない。はい、でも一時期やっぱり流行った時あったら学校のみんながアヒル口して写真撮ったりっていうのはありましたけど、うん、できてなかったんだね。私はやらないタイプだったので、はい、そんなの何がアヒルよ。ない人間だろ、人間様だってことだった。難しい。いざやる、みんなすごい。そもそもね。はい、うん。あと25秒ですね。うん。ミノガル不残儀数の後、うん、これな、 BG 何も書いてなかったけど、あ、なんかでも入れてたやつ、フォルダーの中に。フォルダーの中に。あ、あれでいいや、うん。オープニングって書いてあるから。うん。鈴木亜美、ディライトフルお届けしました。これ歌入ってると変でしょ。最初のあのインパクトはね、ラジオ聞いてる人はいつもの方から聞いてくれてる人からしたら多分逆に違和感が、ね、あるよね。いやでもだから僕はそのインストを見つけてっていうことでこれをもう14年、14年、番組で使わせていただいてるということで、鈴木亜美さんが最初のアヒル口やった人じゃないかみたいに今話してる、うん、そうそうなって、そうそうそう、で結果今我々スタジオの中でみんなアヒル口したんですけど、うん、キャン君が一番うまかった。そう、ね、めちゃくちゃ自然ナチュラルで、後でツイッターかなんかにあげますね、うん、はい、一番下手だったのは、うん、マイノラメ。いやいや難しいですよアヒル口。本当難しい。いやいや、まあ、とにかく後で写真あげます、うん、ただぼーっとしてる女の子だ。ただの写真撮ったら、そうね、ちょっとうつむき加減でぼーっとしてる女の子でした、ね、大丈夫で声かけたくなるような女の子の そうでしたね。そんなに、はい、ありがとうございました、はい、じゃあコーナー行きましょうか。はい、ギノガルフ懺悔室。このコーナーは我々 MC3 人がこれまでに起こしてしまった過ちを懺悔するコーナーです。今ツイキャスで元祖アヒル口は悠々ですということでね。あ、そうだ、悠々もね、こういうですね、悠々、はい、なんだっけ、ラーメンの CM とか出てませんか。あ、なんかあったね、ワードあってね、フレーズがね、あったね。僕はあのスーパーファミコンのユーユーのクイズのやつをやってましたね。へー、はい、クリアしました。さあということで、コーナー進めていきますか。はい、はい、これはまあひょうきん懺悔室みたいなイメージで ね、まあ、でね、皆さんやっていただける。前のとかもね全然わからないと思いますけれども。いや、わかんないですけど、はい、では、はい、いきたいと思います。はい、そう、めいめいさん、ユーユーはおにゃんこクラブです、うん、では参ります。まずじゃあ、マイノから、はい、うん、私から懺悔を、いきますか。はい、はい、罪深き迷える子羊を入りなさい。懐かしい。ではあなたは何をしたんですか。私は高校時代と親友のヒーナという子がいまして、うん、出たヒーナ、はい、うん、ヒーナに私は断るごとにチェリーパイと言わして欧米化を強制させていました。ちょっと面白いな。おお、はい、おお、あ、面白いね。そう、どうか許してください、お願いします。なるほど、はい、あ、明日のおやつは何言ってて。そうです、そうです、うん、いやもうそれとかじゃなく、もう本当にチェリーパイって言ってって言って、下手なふりだ。もう言わせるんですよ、うん、
で、ひなまた、うん、いい人だから、うん、言ってくれるんですよ、うんうん、で、私が欧米かって言ってテリーパイって言った瞬間に欧米かって言って突っ込むっていう。でもそれを何十回と繰り返すんですよ。ひなかわいそうだな。そうだな。ちょっと面白かった。ヒーナーの気持ちになったら前のちゃんのおもちゃみたいな感じですね。いやでも他にもいろいろあるんですけど、はい、はい、うん、じゃあこれを、ツイキャス見てる今皆さんに判断していただきましょう、うん、丸か×で、送ってください、うん、最終的に僕が総合判断したいと思いますが、うん、今の話、許すか許さないか、うん、はい、丸か×でお送りください。よろしくお願いします。じゃあその間マイノはグンパッチンです、はい、これを加えてで、これで×、まあその神父さんの今、まあ、そのままちょっと椅子飛行、うん、はい、はい、神父役の神奈さんが丸か×かを、はい、じゃあ、まあ、ツイキャスを参考にしながら×だったらゴムパッチンがマイノちゃんに飛ぶと。はい、では、マイノは祈りなさい祈りなさい。まる。おお。あ、これはまるだったら、これは丸だったら、パッと受けるんですね。そうですね。いや、もう前は、もう、結構面白かったからね。まあ、まあ、よかった。やった、やった。かわいい、かわいいものだからっていうことですか。うん、なるほど、わかりました。ヒーナにはよく、もう、他にもいろいろあるんですけど。かわいそうなヒーナ。わかりました、はい、じゃあこんな感じで続いて、うん、では伊波さんいきますか、はいはいはい、では罪深き迷える子羊を入りなさい。はい、ではどうぞ、はい、これはもう何年か前に僕の会社の上司に対する懺悔なんですけども、あの僕ねちょっと長い話が苦手なんですよ。それを聞いていくのか、はいはいはい、でその日もその、まあ、上司がおいはと言って、うん、でデスクのところに呼んで、うん、でずっと、まあ、説教とまでは言わないですけども、ずっと話をしていたんですけど、うん、僕ねこれ無意識なんですけど、うん、あんまりにも話が長すぎて、その上司が僕に話してる最中にコーヒー入れに行ったんですよね。上司が話してる話してる最中にコーヒー入れに行って、でそれをまた飲み干して、うん、またもう一回コーヒー飲みに行って2回ちょっと繰り返してしまったっていう、これちょっと社会人としてちょっと、まあ社会人会社員としてですね、会社員としてね、無意識だったんで、あちょっとごめんなさい、ちょっと懺悔としてはもしかしたらその話いやいや、まあでも本当にもうちょっとなんだろう、自分に対していやそれいかんだろうっていうか、もう赤かったっていうのも我慢できなかったってことですか、うん、そのぐらい話が長くてつまらなかったってことですね。いやつまらなかったとは言ってないで結果そういうことですよね。そういうことですよね。つまらなかったとは言ってないんですけど、だって面白かったら話聞くさ。そうですよね、いやあの時のその自分のその行動に本当になんか罰を与えたい、なるほど、まあ、あの懺悔したいってことですね。わかりました。じゃあ今の話を聞いて、ツイキャスの皆さん、これは許されるのか許されないのか、ぜひ、丸か罰かで、はい、送っていただければと思います。最終的には僕が判断しますんでね、はい、ちょっと参考にさせていただきます。あまりにも多かったらもうそっちに行きますけれども、はい、はい、真ん中ぐらいからまあまあ引っ張っていいですよ。はい、じゃあ皆さん丸か×お送りください。では、いきます。祈りなさい祈りなさい。かい迷惑かかる。歯にティッシュがくっついて、結構みんな丸だったんですけど、あ、そうなんですね。今反省してるなら丸だとか、まあ、優しいですね、皆さんね。いや、あの基本的にあの懺悔室はほとんど罰だったんで。そうですね。あ、そうですね。罰だったんだね。まるちゃん、あの罰 すぐやってくれんかな。変なためとかためっていうか、なんか変に食べてました。なんか、そうだね、ちょっと気持ちがどこかが分からなかったんで、じゃあ続いて僕がじゃあ、じゃあ、はいはいはい、じゃあ新婦役にじゃあ、はい、伊波さんやります、はい、あ、じゃあそうか、移動したらいいのか、はい、ちょっとこれね、うんうんうん、
ああ神田さんの懺悔なんだろう。今日このコーナーやるのも初めてなので、うん、そうですね。じゃあ行きましょうか。はい、うん、罪深き迷える子羊よ入りなさい。ですね、僕は正直、うん、人の名前を覚えるのがそんな得意ではないんですよ。ラジオフロアにも実は名前を知らない人結構いまして。あ、そうなんですね。はい、どうもとかいつも挨拶してるんですけど、お疲れ様ですって言うけど、結構知らない人もいたりとかして、で一番もう正直に言いますね、一番まあ困るのが、うん、僕披露宴の司会をこれまで500組以上やってるんですね。はいはい。でもう正直に言わせてもらいますけど、はい、全員名前を覚えているかって言ったらそういうわけになかなかいかなくてですね、うんうんうん、はい、ただ向こうからしたらね、司会をしてくれた、ね、うんうん、人だから覚えてるわけじゃないですか。うんうん、でこう話しかけてきてくれて、あ、神田さんって来てくれた時に、うん、いつも僕も知ってますよって感じで、ああ、久しぶり、あれからどうなったっていつも あれからどうしましたって言ったら、相手が、いや、あれからね、子供も生まれまして、嫁もまた仕事も復帰してとか、あっちが喋ってくれるんで、このいや、もうあれからどうなりましたっていうフレーズをよく使ってごまかしていることを懺悔します。はい、では、はい、ゴムパッチンを加えて、はい、わ、怖い、わ、怖い、わ、これ俺初めてかな。あ、そうなんですか。え、なんかいつも引き、あ、では、あ、怖い、神田くんに、あ、怖い、祈りなさい。か、怖いね。あ、怖い。あ、なるほどなるほど、皆さん優しいですね。怖い、ね、うん、あ、怖い、なるほどなるほど。あ、罪をかぶりなさい。これ怖いね。ゴンパッチン怖いっすよ。怖いですよね。うんうん、初めてだったんですか。初めてかも。あ、初めてか、初めては怖いですよね。はいはい、うん、はい、ありがとうございます。丸と罰も同じぐらいですかね。あ、そうでしたか。ちなみに、はいはい、あ、初めてだった。はい、そうね、なるほど。まあ、名前を覚えておくってよくありますけどね。まあ、みんながみんなじゃないんですよ。正直に言っても懺悔しました。僕もね、なかなか覚えられないんですよ。これじゃあもう一周いきますか。じゃあ私から懺悔を、はい、なかなか、わいのちゃんいいっすね。うん、じゃあいきましょう。はい、罪深き迷える子羊を入りなさい。はい、はい、ではどうぞ。私、上原舞乃は天の弱な性格でして、お母さんとかお姉ちゃんにこの靴とこの靴どっちがいいとかって聞いたりはするんですけど、こっちがいいって言われると逆の方を選んでしまいます。許してください。じゃあ3倍をティッシュ君、ティッシュも、はい、僕が判断していいですか。ちょっと、あ、逆の方を選んでしまうところを、そう、天の弱なところをってことね。じゃあこうやって斜めに引こうか、こっちかこっちか、そう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 、はい、じゃあいきますね、はい、祈りなさい、祈りなさい。怖い怖い、うん、怖い。進撃のめいちゃんさん、これはどう判断していいかわからないの。あ、そうそうですよね。あ、わからない。はい。沖縄チュールさん、これは罰かなってことで。はい、お母さんと妹がかわいそうってことでしょ。めいめいさん罰。うん、はい。サウロ兄さん、これでうどん食べてるふりしてみて、これドリフになっちゃいます。いっぱいですですね。いやいやいや。じゃあ続いていきますか。はい。はい、じゃあエハさん、はい、罪深き迷える子羊を入りなさい。はい、これもなんでしょう。まあ、ギノガルフでも何回か行ってるんですけど、うん、大学時代の時に、うん、女の子とデートに行って、うん、タイタニックを見に行った時に、はいはいはい、言いましたっけ。もうタイタニックの
ね、レオナルド・ディカプリオが船に乗り込むシーン、うん、あの辺りからすんごいトイレ行きたくなって、うん、であれ結構長いじゃないですか。そうですね、はいはいはい、そうですね。で、まあちょうどいいシーンにね、そのレオナルド・ディカプリオがその海に沈むっていうシーンで、初のデートでもうちょっとトイレ行かせてと言って、うん、一番のいいシーンでちょっと出て行ったという、劇場を出て行ったっていう話してたんですけども、はい、まあ、何を懺悔したいかって言ったら、はい、よくよくあの記憶をたどってみたら、はい、あのその映画見る前にビールたらふく飲んだのがいけなかったなと。なるほど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 。もうアルコールが入ってたんですね。入ってたんです。なるほど。いやじゃあスタンバイお願いします。いや、女の子の気持ちになりましょう、ね。そういうこと、そういうことだよね。うん、そうなん、被害を受けた人のことを、うん、そう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 、気持ちを考えてってことですからね。はい、じゃあ、じゃあ、はい、はい、祈りなさい。祈りなさい。よっ。前の引きなさい。緊張してたからちょっと、お酒飲みたい。加えなさい。もうみんな罰ですこれ。いやいや、そりゃ罰ですよ。まあでも言わせちゃっていう、はい、いやしてちゃってこと。いや女の子はね、そういうとこ大事ですからね。急いで最後行きましょうか。はい、はい、じゃあ罪深き迷える子羊を入りなさい。これ僕結婚して当初なんですけれども、うん、どうしてもですね、うん、なんていうのかな、知りたいなっていう、うん、確認したいなっていうことが昔からあったんですよ、うん、はい、でそのチャンスがやってきて、うん、人は寝てる時に握りっぺをされたらどういうリアクションするのかなっていうのがあって、うん、やったんですよ、奥様に、はい、はいはいはい、隣で寝てた、はいはいはい、ふわってやっ、ふわってこうやったわけですよ、はい、まあ、結論から言うと、はい、渋い顔をして反対方向を向くってことです。なるって。なるほど、その関係しに来ました。これは罪深いですね。奥さん知ってますこのこと。いや寝てる時は分からなかったんですけど、うん、起きてそういうことをしたんだよって言ったら、うん、とりあえず逆水平チョップ食らいました。、まあ、じゃあ次は一回受けてるわけですけど、ママの祈りなさい、受けてはいるんですけど、はいはい、はい、さあ水平チョップは受けてますよ、祈りなさい。怖い。じゃあツイキャスの皆さんも、あ、なるほど。はい、まあそうでしょうね。いやいや、そうですよ、はいはい、寝てる人に。いやはね、いや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 、ゴンバッチンって怖いんだね。いや、そうですよ、そうですよ、怖いですよ、はい、はい、ということで我々懺悔させていきまして、以上、ギノガルフ懺悔室でした。ギノガルフ、バーティーダ、一人でも気軽にお酒が飲める、バーティーダ、気持ちよくカラオケが歌える、バーティーダ、素敵なオーナーがいる、ありがとうございます。大人のための歌えるショットバー、バーティーダ、若さ大通り次郎長寿司2階、皆様のご来店心よりお待ちしております。ゆさんワンツーちゃん、宮平乳業の牛乳は低温殺菌牛乳です。生乳本来の美味しさを君も一緒に楽しもう。今までないないこんな、だから美味しい、宮平乳業の低温殺菌牛乳。石垣島の三崎牛本店がついに焼肉屋やっちゃいます。ボリューム満点のランチから本格的な炭火焼肉ディナーまで昼夜好評営業中。精肉販売コーナーも品揃え豊富で、その場で食べて美味しければすぐにお土産用に買えますよ。石垣島にお越しの際はぜひ三崎牛本店へ。英語の上皇先生って先生が危ない時に出た一言、うん、アブ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 ギ
能ガルフ。ギノガルフ。この番組は石垣島の三崎牛、グッドフィールドグループ、宮平乳業、バーティーダの提供でお送りしました。さあということであっという間にエンディングを迎えておりますが、うん、はい、じゃあお知らせいきますか。前の、はい、私からお知らせ、はい、OBP 情報のお知らせがあります、うん、なんとサードシングル聖地カルシーの方が明日発売日となっています。そうなんです、21日、はい、でもあの今日タワーレコードさんに行くと発売、うん、もう今日から発売、あ、そうだよね、1日前からフライングゲットで、なるほどね、してるみたいなので皆さんぜひぜひ行ってみてください。よろしくお願いします。はい、そして今日の琉球新報さんの方に、うん、あの OVP の記事が載ってまして、次来るっていうコーナーの方なんですけど、人気急上昇のアイドルっていうことで紹介されてます。なので皆さ ん、そうです、 OVP のゆうこさんのコメントだったりっていうのが入ってるので、いい、ね、はい、皆さんぜひぜひ今日の琉球新報さんのものをチェック、はい、11面か、そうですね、11面ですね、はい、はい、ぜひチェックしてみてください。ぜひチェックしてみてください。そして、うん、なんと今週末に UMU アワードの決勝戦があります。もう本当に皆さん、あのぜひぜひ東京に応援しに行ってみてください。岸本さん行くんだっけ。あ、よろしくね、よろしくお願いします。俺らの分の拍手もしてきてね。そう、はい、じゃあの沖縄から東京の方に行けないという方でも、うん、あのマイスターというアプリの方で、うん、あの結構そこでも応援ができるということなので、うん、詳しくはあの OBP のホームページとかツイッターの方でチェックしていただくとやり方とかが分かると思うので、皆さんぜひぜひチェックよろしくお願いします。はい、はい、応援よろしくお願いいたしま す、僕からですね、うん、今度の金曜日か祝日、うん、勤労感謝の日なんですけど、はい、コンベンションセンター展示棟で、うん、スポーツフォーカルお出かけ生放送で、はい、旅フェスタです。あ、なるほど。ゲストに平城敦子さんとアンリーさんをお迎えして、お得な、ね、旅の情報をいろいろお届けしますんで、ぜひ遊びに来てください。で、ね、今度の日曜日、僕なんか記者会見に出るそうです。どうしたんですか。ね、はい、日本語スイスイです。おお、日本語スイスイの記者会見が、宮城先生、宮城先生、久しぶりに登場です ね。いや、何をどうしていいのかわからないんですけど、うん、とりあえず記者会見に来てって言われてるんで、うんうんうん、行ってきます。あ、はい、どんな感じだったかはまた今度お話しますね。はい、はい、そしてこの後あのおまけ延長放送で OBP の誰かがまた電話で出演しますのでね、うん、そうそうそう、ぜひ、あ、もうコンティニューコイン、皆さんありがとうございます。 ありがとうございます。お楽しみに。では一旦締めましょうか。ギノガルフ、お相手は神田邦弘と矢優作と上原舞乃でした。また来週火曜9時にお会いしましょう。それでは皆さん、さよなら。この後おまけも聞いてね。はい、ということで本放送、終了ですね。はい、はい、お疲れ様でした。お疲れ様です。ここからはおまけ放送。はい、窓も開けましょうか。あ、ごめんなさい。はい、はい、おまけ放送の窓が開きました。聞きやすいようにね。そうそう、じゃあちょっと僕トイレ行ってくるんで。あ、マジか。行ってくるんですか。皆さん繋いでください。僕もカンナさん戻ってきたら僕もトイレ行っていいですか。みんな交代。コーヒー飲むとそうなんだ。そうなん、やっぱ利尿作用が。へぇ、そうなんですね。そうなんですよ。あ、でも毎回コーヒーですよね。うん、もうちょっとあの、なんだろう、毎回毎回、うん、ね、かわいい。なんて言うんだっけこれ、なんですか、なんです、ジンクスじゃなくて、ん、やばいな、何ですか、俺たち二人だったら、ね、答えてる。何だっけ、え、何だっけ、あ、でも言いたいことわかります。わかりますけど、だっけ、あれ出てこない。コーヒー毎回毎回、この放送前に俺はこのコーヒーを飲むことが習慣的なやつですよね、はい、何だったっけ、何だっけ、習慣のやつ、なんか習慣にしてるやつ、ま、あのールーティーンなんですよ。あ、そうそう、ルーティーンが言いたかったんですよ。本当に出ないですね。本当に出なかった、やばかったね。結構懺悔室難しかったですね。ああ、いや、そうですね、気づかないんだろうな。うん、思い出して何かを懺悔っていうのがなかなか出なかっ
ったなっていう感じなんですけど、舞乃ちゃんのが今日の一番のベスト懺悔でしたね、うん、あ、そうですか。その、何、欧米、何、欧米か、あ、欧米化の強制する役ですか。他に何かやったのその子に。いや、なんかもう本当に一緒に歩いてて、でなんか一緒に隣同士で歩いてるとなんか手とか普通にぶつかったりするじゃないですか。あ、歩いてた、うん、時々、うん、でそしたらもう手ぶつかった瞬間、あ、痛ーって、あ、やばい、これ、あ、やばいやばいやばい、あ、骨折れた、やばいって言って、あ、ヤクザと同じこと。いや、そうですね、やり方としては、ね、もうそういうのをやったり、うん、あとはいきなりなんかアタックナンバーワンとか言ってお腹の方突っついてっていう遊びをヒーナーとしてましたね。あ、まあでも可愛いですけどね。まあでも被害者の会を集めないとそうですね。でもこの銀のガルフ始まる前の打ち合わせでも俺カンナさんとちょっと話してたんですけど、はい、やっぱ本当の残業はやっぱ放送では言えないなっていうのね、結論から言うとね、結論から言うと、だからなかなかね、うん、そのチョイスっていうかあれは難しかった、ちょっと今日難しかったかもしれません。今日の放送内で残業とかってあります？あ、そっちの方がいいのかな。ひょうきん残業室ってその日のなんか、あ、でもそうですよ、ね、収録のやつとか、まあ、ちょっとちっちゃいようなことでもなんかやるのが、そうだよね、あのコーナーだったじゃないですか。ああ、そうか、そういうシステムが次いいかもね。次いいかもね。今日そしたらけどほぼほぼ前乗りになりそうな気がする。そうなんですよね。え、もう私ですか、うん、なんだろう、自覚はないでしょないですね、ないですよね、ないです。いいと思います。今日俺の反省だったら、うん、なんだろう、俺の反省はなんだろうな、うーん、まあ、基本的に反省してないんだろうね俺らね。そうですね、次のことに行っちゃってるんじゃない、はい、反省はないっち、そうですね。皆さん今のうちにトイレ行くなら、あ、そうですね、はい、あ、そうだ、そうですよ、この後また電話つなぎとかがありますんで、あ、MJ さんいい、あ、頻尿ブラザーうるさいないいね、ビンありがとうございます、うん、いやでもさっきカンナさんと一緒に話してたんですけど、カンナさんと一緒に話してたんですけど、あ、間違った、間違った、間違った、祈りなさい祈りなさい、間違えました、間違えました、間違えました、こういうのだよね、こういうのだよね、本当はね。イワさんと話してたんですけど、うん、あのさっきなんかコーヒー、イワさんコーヒーしょっちゅう飲みますよねっていう話をしたら、うん、そうなんだよ、これがって言って止まったんですよ、うん、何だったっけ、出てこないっていうこと、あの習慣のやつみたいに、うん、って言って、うん、で私も言いたいことは分かるのに出てこなかったんですよ、うん、やっぱ神田さんいないと私たちルーティーンでしょ、ダメです、そうなんですよ、うん、ルーティーンなんですけどそれがずっと思い出せなくてだから伊波さんがやっぱ2人だとダメだねっていやいやいや話しました、いいんです、いいんです、ちょっと僕じゃないんですけど、うん、そういえば面白い懺悔のそういえばネタありましたよ、僕じゃなくて俺ちょっと笑っちゃったんですけど、うん、僕の会社の後輩が、はい、あの制作の忘年会のお知らせをメールで流してたんですね、うん、はいはい、まあまあそういう時期ですね、そういう時期ですよ、うん、まあ、後輩がね、制作ビジョン制作の忘年会を開催しますと、うん、で、はい、日程はまあ、いつですと、で、はい、みんなで思いっきり盛り上がりましょうみたいな感じで書いたんですけど、うん、その3分後ぐらいに、うん、先ほどすいませんと、うん、先ほど流したメール、うん、実は制作部だけじゃなくて、うん、いろんな技術の人に、うん、もういろんな人に回してるんですよ、うんうん、あ、もう全体に、まあ、いいんですけど、うん、なんかほら変じゃないですか、ちょっと制作部、こっちだけでやってるみたいな、そうそうそう、っていうメールですぐもう3分後くらいに、先ほど妙なメールをご送信してしまいましたすいませんと、その日の忘年会でしたので申し訳ありませんが忘れていただけたら嬉しいです手遅れ、手遅れか、何歳なメールだなその代わり、まあ、ビジョン全体の忘年会もあるので、その時に懇親しましょうって書いてるんですけど、なんかこの忘れていただけたら嬉しいですっていうこの言葉が ね、まあ若さですね、これはね、ちょっと笑いましたね、もう忘れようがしっかり記録に残ってるわけですからね、うんうんうん、そう、もう本当に出だしが面白かったんだね、先ほど妙なメールをご送信した妙でもないですけど、はい、
さあということで、じゃあこの時間、電話がつながっているというか誰とつながっているのかね、ちょっとじゃあ僕もはい、確認をしながらいきたいと思いますけど、先々週はココナが出てくれて、はい、で先週ね久しぶりにあの優子が出てくれて、さあ今週は誰なんでしょうか。誰だろう。はい、じゃあはい、じゃあいきたいと思います。もしもし。もしもし。はい、名前をお願いします。自己紹介どうぞ。はい、 OBP のギノザマリンです。はい、マリンです。いや、貴重感早い。もうすぐ分かったね。もしもしって言ってるところからマリンさんって。マリン。はい。最近さ、はい、スーパーマンの CM がよく流れてる。そうなんですよ、見てくれたんですね、ありがとうございます。めっちゃ今流れてるよね。あの、実はですね、私スッパイマンのテレビ CM に出させてもらうことが決まりまして、先週ぐらいからですかね、テレビで放送されてまして。あれ、相手は須鍋さん。そうです。そうだよね。はい、めっちゃめっちゃいろいろ被ってヘルメットでやって、あれ須鍋さんだよね。そうです。言っちゃっていいですかね。そう、いいと思う、なんか、はい、だいたい、だいたい上げてたから、SNS に。あ、そうです。あ、そうだ、あの、マリン。はい。いろいろリリースイベントをね、いろいろやってるみたいですね。はい、そうなんですよ。そう、実は今日も、あの、ついさっきまでリリースイベントやってて。うん。はい、あの、今日どこだったの？今日、吉祥寺でやりました。もうなんか、かっこいいね、行くとか、吉祥寺でイベントとか。初の吉祥寺です。もう、すっかり東京人だね。いや、もう全然そんなことないですよ。あの、いまだに訛りが、沖縄訛りがすごいって言われます。あ、そう。いや、で、どうだったんですか、その、今日のメンバーは。今日のメンバーは、リーダーの優子さんと、そして私と、あとココナと、あと東京研究生のあかりの4名で出ました。まあでも、いろんなところでこうね、イベントを、そしてまあね、させてもらって、どうですか、反応というのは。いや、でも、最近結構遠くに行くことが多くって、初見さん初めて OBP を見るっていう方も結構増えてて、それがすごい嬉しいですね。あの、埼玉だっけ、どこかにも行ったんだよね。はい、神奈川ですね。川崎と横浜に。なるほど。行きました。まあ、関東近辺でいろいろやったということですね。そうなんですよ。いや、じゃあ OBP はちょっと東京でもだんだんとそのファンを増やしてきてますね。うん、そうですね、ちょっと順調に頑張ってますね。いや、だってもうね、2期生の、あ、じゃあ2期生の研究生、そうです、第2期研究生が8名増えてなわけでしょ。はい、もうマリンなんかもうお姉さんもお姉さんなわけでしょ。うん、どうすればそうって感じです ね。もう、はい、もう全部でなく今20人いるんですよ、 OBP が。すごいな。そうね。いや、だからマリンがしっかりこうね、いろいろまとめたりってこともあるわけでしょ。そうですね、やっぱレッスンとかも結構やっぱり、その第二期研究生で、その私と同級生の子もいるんですけど、うん、やっぱり初めてアイドル活動、初めてステージ立つの初めてっていう子ばっかりなので、うん、やっぱりそのアドバイスとかも、あ、こういうアドバイスもしなくちゃいけないんだっていうのもあって、そのダンスとかだけじゃなくって、そうかそうか、あの、そのもうみんなは当たり前だけど、これからね、あのやるって子はもう基礎的なことから教えていかなきゃいけないんだ。はい、だからそのなんて言うんだろう、そのチェキとかも、その物販のチェキとかも初めてやる子たちなので、そうなんです。だから今まで、そのもうね、いっぱいやってきたので、当たり前になっちゃってたんですけど、それもやっぱり初めてのことだから、うん、あ、そっか、初めてなのかっていうのも、いっぱいなんか、そうだよね、逆に発見がありますね。でもさ、マリン、あの、こうやってしっかりまとめないといけないけど、本当はあの、なんかあの抜けてるところもあるようにさ、マリンちゃんね、マリンはね、そうですね、ギノガルフのスタジオに来たらずっと右左に揺れて、あ、今もちょっと揺れてるんです、ね、あの椅子、今も揺れてるんだって、動く椅子に座ってて、抜けてるところありますね、じゃあマリンちゃんもそうですよねって言ってましたよ。聞こえてた今。あ、ちょっとあの、遠くて、あの、笑い声を聞こえました。ね、
今抜けてるとこありますよねって言ったら、マイノがそうですよねって言う。お前が言うか。そうですよね。はい。あ、そうそう、じゃあマイノがいます。ちょっとじゃあ近づいて。はい。はい、マリンさん。あ、聞こえた。はい。マイノ久しぶり。お久しぶりです。元気ですか？あ、マリン、超元気です。超元気ですか？はい。あ、よかったです。あの、はい。うん。そう、あのちょっと先週まで声がちょっとあの橋本環奈チェックになってたんですけど、はい、もう今は声は今もうバリバリ煽りまくってます。あ、そうですか、よかった。マリンさんの煽り、そう、いけるんですね、ライブでも。そう、ライブでもめちゃくちゃ。いや、楽しみですね。今度 UMU アワードあるじゃないですか。そう、今週、どうですか？今週、いよいよ今週です。もうね、すごい、なんて言うんだろう、そのロコドルの決勝以来、また沖縄と東京で合体してやるステージなので、すごく緊張は大きいし、やっぱりその、なんて言うんだろう、やっぱロコドルで優勝してるからこそ、やっぱ UMU も絶対に負けたくないって思ってるので、ぜひ皆さん、たくさん、その会場で応援してもらうのはもちろんなんですけど、マイスタっていうアプリで、そのツヤツヤしてもらえれば、会場に行けない方でも、その遠くからでも応援してもらえるので、ぜひ沖縄から応援してくれる皆さんは、マイスタのツヤツヤで、たくさん応援してくれたら嬉しいです。よろしくお願いします。やっぱり、あれか、その沖縄と東京組がまた一つになるっていうのは特別感があるのかな。そうですね、ありますね。やっぱりそのめったにないので、その大きい大会だとかぐらいですか、ね、なかなかできないので。そうか。あと何かありますか。はい、いや、もうマリンさん、いっぱいご飯食べて元気に声出してください。頑張ってください。UMU はい、頑張ります。応援してます。ありがとう。いやー、よかった。もうね、前の本当にココアナの時は元気ですかだけで終わったんで、そうですよね、よかった。まず元気なのか最初確認するのはもうマストなんですね。いや、もう本当にこれが一番大事ですか。そうだよね、元気かどうかはね、そうです、確かに重要ですね。はい、そしてじゃあちょっと2人席変わって、はい、伊波さんも隣にいますので。伊波さん、はい、はい、じゃあ、マリンちゃん。あ、お久しぶりです、伊波さん。マリンちゃん、はい。いや、もう酔っ払いになってる。マリちゃん酔っ払いになってる。ご飯ちゃんと食べてるね。めちゃくちゃ食べてます。親戚のおばさんだお小遣い足りてる、大丈夫お小遣いも、はい、なんとかうまくやりくりしてますたまには顔出しなさいよはい、そうそう、ね、沖縄にも早く帰りたいです。みんな心配してるっていうか応援してるよ、うん、マリンちゃんのこと、はい、ありがとうございます。いつも沖縄そばが食べたいんです。そば食べたい、食べたらいいさお前これ親戚でも近所にいる方のおじさんだな。そんな遠くないな。なんか沖縄そば送ってあげないんです、ね、マリンちゃんの様子、なんていうのかね、携帯電話でいつも見てるよ。あ、ありがとう、ありがとう。皆さん、65ぐらいでしたね。僕と同じですよね。すごく、本当に自分のおじいちゃんみたいな安心感がありますね。いやー、まあ、笑顔かわいいよ、マリンちゃん。ありがとうございます。じゃあね、お前、電話下手だな。私すごいな、じゃあ席戻ってくる。はい、マリン、なんか今日から東京寒いんだって？そうなんですよ、今日お昼で13度しかなくって、今気温見たら11度でした。あ、じゃあ明け方もっと冷えるね。そうですね、なんか週末、はい、週末ぐらいからもっとなんか下がるらしいよ、関東。そうなんですよ、みたいですね。明日ちょっと暖かくなるみたいなんですけど、うん、そのちょうど沖縄メンバーが東京に来る22日23日が、うん、もうめちゃくちゃその寒気が関東近くまで来るみたいで、うん、もう雪降らないです、ね、沖縄組は多分ね、動けない、ダンスできないと思いますんで、寒すぎて。いやー、もう高座と北海道マストですねなるほどね、はい、もう綾瀬が動けないと思うので、
いやもう温めます。温めますか。外して。桜は動けると思います。あやさんも動くね。大丈夫だね。みんなで動きますね。はい。はい。ん？あ、ちなみにマリン。はい。マリンのイベントがあるの？あ、そうなんですよ。あのちょっとまあ、先というか。うん、あの月は超えるんですけど、うん、その OBP が東京で毎月1回定期イベントやってるじゃないですか、うんうん、それがそのまあ11月も見事118人の方に来てもらって、ね、でミッションを達成して12月もその定期イベントが開催されることになったんですけど、はい、その定期イベントは12月2日日曜日にあるんですよ、うん、でその12月のミッションが12月9日に開催される優子さんとマリンの生誕祭のチケットを100枚手売りするっていうミッションがあって、その生誕祭の前に売るイベントがあるってこと？はい、はあ、そうなんだ。簡単には祝わせてもらえないってことね。そうなんです。一応その期間っていうのがその特例で、まあ、その生誕祭あの定期の時じゃなくて生誕祭にミッションが達成できてるかどうかの発表があるんですけど。なるほど、はい、まあ、なのでそうなんですよ。1月からの定期が開催できるかどうかは、うん、その100枚手売りにかかってるっていう。なるほど。生誕祭にかかってるので、でこれが、うん、はい、沖縄での物販でもチケット販売することになりましたので。なるほど。これさ、はい、最初50人じゃなかった？最初10月の時50人でしたね。もう100人が普通になってるの？そうなんです。すごいね。大変だね。もうなんか嬉しいしありがたいことなんですけど、やっぱり、うん、あ、もっと頑張らなきゃっていう。そうね。まあでも、はい、いろんなところでね、また活動の幅広げて、応援してくれるファンも増えてると思いますんで、はい、じゃあまずはもう100人以上ね、また集まって、はい、そしたらそこでまた生誕祭マリンとあと優子、はい、ね、祝ってもらいましょうよ、うん、もらいたいです。もうハッピーに生誕祭をしたいので。そうだよね。ぜひ皆さん、はい、はい、機長さんも来月、2日か9日に伺いますということで、うん、あ、ぜひ来てください。待ってます。すごいですね。ただ寒いのは勘弁って言ってますけどね、うん、重ね着したらきっと大丈夫だと思います。はい、大丈夫。ここの今中で一番暖かい格好してるんで。そうそう、赤のダウンですね。赤のダウンですねって分かってるね。そう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 。さすがさすが。はい、そうかそうか。じゃあとりあえずまあ明日、もう CD 発売ということですね。はい、そうなんです、はい、OBP のサードシングルスイーツ彼氏が発売されて、3曲目にマリンのソロ曲の寂しがりも入ってますので。なるほど。はい、明日はリリースイベントどこなの？明日は、池袋の丸井であります。いいね。なんかもう、はい、いいな。もう袋に行くんですね。そうです。袋に行きます。なるほど、わかりました。じゃああとはまあそうね、リリースイベントもあって、あとはもう週末の、うん、ね、はい、UMU アワードに向けて、じゃあはい、とにかくもうまたね体調崩さないように、はい、はい、それだけ気をつけてくださいね。気をつけます。わかりました。じゃあそろそろ時間なので最後に、今ねおまけ放送を聞いてくれてる方に向けて、あとギャラリーに向けて一言メッセージお願いします。はい、皆さんおまけ放送聞いてくれてありがとうございます。まあね、ちょっと沖縄になかなか帰れてないのですごく寂しいんですけど、東京で頑張ってますので、ぜひ応援してくれたら嬉しいです。よろしくお願いします。はい、ツイキャスでジャム AK ブーキチさんが明日丸行きますってことで、ね、うん、明日うまそうね。いいですね、はい、どんどんファンも増えてね、じゃあ沖縄からも応援してますんで、はい、はい、ありがとうございます。はい、あったかくして休んでね、うん、はい、はい、今日はありがとうございました。ありがとうございました。はい、ありがとうございます。はい、ということで今週はマリンに、はい、伺いましたけど、うん、いやー、マリンももう頑張ってるね。そうですね、ね、いや本当は、うん、マリンもこう自由にしてたら、うん、多分ふわふわしてるはずなんだよ。いや、なんか、ね、そうだと思いますね。でもやっぱっなったから、ね、まとめなきゃいけない立場だし、うん、20人だってよ。いやー、20人をまとめるっていうのはすっごい大変なことなんで。前のは
その学生時代さ、はい、どういうポジションだった？まとめる人？あ、もう全く、もうその逆です。もうまとめない人、まとめない人まとめない人って何？逆って言ったらまとめない人それではなくて、うん、なんだろうな、マイペースなんで、うん、そっちゅう、なんだろうな、注意される人というか、うん、なんだろう、前の聞いてる？みたいな、あ、そういう感じの人でした。あ、じゃあクラス、あの球場とかクラス長みたいなのは、いや、もう全くやらなかったです。一回もやったことないの？一回もやったことないです。あ、でもそうだ、小学生の時に、うん、バスケットボールチームに所属してまして、うん、その時はキャプテンでした。おお、まとめてるさ。小学6年生でもやっぱしこういう性格、6年生ですね。6年生で、あ、じゃあもうその時に向いてないなと思って、いや、もう本当に思いました。はい、やらなかったです。なるほど。私は自由にしといた方がいいと思って自, そう、自分で自分のことを自由にした方がしといた方がいいと、で今に至るわけ。そうですね。なるほどな、はい、いやさん結構まとめてたでしょ。まあ小学校の時とかはね、児童会役員とか、うん、やってそう、やってたんですけど、うん、中高はそうでもないかな。あ、そう、うーん、かな、うん、へえ、なるほど。クラスではムードメーカーだったりしたんですか？そんな感じでもないですよ。なんか僕はその児童会役員っていうか、そのね、あるじゃないですか、そこの推薦人がいるじゃないですか、うん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 、そういうやつとかやってましたね。あー、なるほど。あ、一緒にね、一緒でわーわーやるのは好きなんですけど、うん、高野菜とかでね、なんかのネタやったりとか、うんうん、そういうのは好きでやってたんですけど、うん、あんまりまとめるそういう、あ、児童会役員長とかやってなかったですね。 ありがとうございます。気をつけて、気をつけて。ありがとうございました。いやー、そう、神田さんはそうじゃないでしょ、もうまとめ、まあ、まとめまくりで、止めてましたね。いやー、そうっぽい。もううん、その小学校3年生から、うんうんうん、その球長みたいのがあって、あ、もうそんな、それからだから3、4、5、6、中1、中2、中3全部やりました、ね、わー、すごい。その3学期のうちどれかは、学期ごとじゃないですか。すごいまとめてる、めっちゃまとめてますね。北山まとめるぐらいからよく分からんけど、分からん、小橋ぐらいになる、小橋ぐらい ね、散々統一できるかなぐらい。いや、でもすごい、もう高校からはやらないでおこうと思ったんですよ、うん、あ、逆に、逆にそういうのと思ったんですけど、うん、クラス球長とかやらなかったんですけど、部活の、うん、要するに部長が結局他のメンバーがやってたんですけど、うんうんうん、うまくまとめきれなかったんで、うんうん、最終的には僕がやりました。神奈さんが、やっぱ3年次は、うん、はい、僕がまとめましたね。なんかあの全体を見て、うん、全体がこううまく進むのが好きなんですよ。へー。だから僕別に主役じゃなくていいんです、うん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 、全体がこうスムーズに進むのが好きなので、うん、だから多分今披露宴の司会とかも合ってるんでしょうね、うんうん、なるほどなるほど、性格的に主役じゃなくていいのよ。そうそう、でこううまく進めていく、進行していくっていうのが好きで、うん、バイトとかも、うんうんうん、カラオケ屋さんでバイトとかしてたんだけど、はい、俺がレジに立って、うん、こうお客さん泣いてしながら全体見ながら少し指示してやってる時の方が一番スムーズに動いてましたね、うん、バイトとかすっごいなんかテキパキやってそうですね。いや、実際にこうなんか持って動くとかっていうよりは、うん、こうもちろんその接客もしながら見ながらってやってる方がうまく回ってましたね。なんかそういうのをやってましたね。なんか憧れますね、小さい頃から。そういうこのまとめたりするっていうのは、いや、それはなんかそのポジションのなんて適任というか、うん、そういうのはやっぱあるんじゃないですか。バイト何やってたんですか、まいのちゃん。私はこれまで何やったことある？これまでだと、あ、もう普通に何だったっけ、踊ってた、踊ってた普通に、普通に、そう、首里城、首里城なんか、普通の、普通、全然全く違います。普通の動きではないよ、全く違う、ほら、写真とか撮ったりする、違う、違いますよ、ほら、ウエトレスさん、ウエトレスの動きではないだろ、どう考えても、どこのレストランの教えてほしいですけど、ウエトレスだったり、ウエトレスやってたんですね、やってました、とか、あと、イベントで、うん、ヒーローショーとか子供たちのアンパンマンショーとかの時のスタッフ、あ、スタッフ、この周りのこの人の通り道を作ったりっていうするバイトだったりやってましたね。なるほど。レストランはもう今はやってないんだよね、うん、今はやってないです。あ、じゃあどこだったか言ってんじゃないですか。あ、それは
パスタパスタっていうお店なんですけど、あ、なんか聞いたことあるな、どこだろうね。そこでバイトしてました。あのバイキング形式のお店だったので。なるほど、やっぱ一回レストランは行くんだね。いや行きますね。 俺和風亭だったのよ、うん、俺パスタパスタでしょ、で俺オリーブでやっぱみんな行くんですね一回行くんだね、なんかね、うん、学生時代だと、うん、もうそこに行って。オリーブって懐かしいな。オリーブなー結構悪いこといっぱい覚えたなあ。けどそうだよ、19、20歳のバイトって悪いこと覚えるよね。俺もそうだったな。私なんか高校の時に部活をしてなかったので、もう高校1年生からバイトをやってて、うん、あ、そうなんですね。それで初めて入ったのがそのパスタ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 で、あ、そうか。俺バイトでさ、一番勉強になったのは、うん、世の中にはダメな大人がいるんだなっていうのを学んだのがバイトだったわけ。勝手に休む人とかさ、うん、おいと思って、おばちゃんがいて、うん、びっくり。あと勝手にタイムカードを押すおばちゃんがいて、待て待て待てとそれはダメじゃないかと。なかなかだね、うん、なかなかですね。いや30分ごとのやつに29分ぐらいガチャッと押してすごいおいとあと1分、うん、いやあの頃はね、もう何十円と何百円が大事さ。うーん、そうですよね。ね、あ、時給いくらだった。時給は私その頃の最低賃金でした。高校の、うん、734円とかとかでしたね。エアさん覚えてますか、時給。でもないくらだったかな。俺ね、はっきり覚えてるわけ。え、いくらですか。ね、大学1年生の時に、うん、和風亭の最初が厨房ね、うん、580円とかだったわけ。あ、そんぐらいだったかな。そうで、途中から600円になったの。だから、あ、計算しやすくなったっていうので覚えてるんだけど、俺の兄貴とかは時給400円だったとって話してたから、恐ろしいよね。恐ろしいね。あ、500円とか言ってたかな、480円とか。いや、まあ、でも今もどんどん上がってますからね。まあまあまあね、そりゃそうですけど、だから同じぐらいだったと、同じぐらいだったでしょうね。600円前後だったんだろうね。あ、MJ さん、僕はメイクマンで時給430円だったの。そうなんだ。そうそう、だから480円とか、なんか兄貴もそんな話してたような気がしますね。あ、そうそうそう、低いね、びっくりするでしょ。びっくりします。沖縄県のね、平均がね、うん、だから低いからね。そうですね。そうですね。烏丸千原さん、和風亭って沖縄にしかないのかな。そうでしょうね。あ、でも三栄系列だから、沖縄の三栄系列の、まあ、うん、レストランですからね。そうそうですね、うんうん。貴重さん、オリーブの跡地はすき家になりましたねと。へぇ、すき家なのに。そうなんだ。いや、オリーブってこっち側だよね、でもね。オリーブの今、あとは家具屋、家具屋さんじゃない。いや、すき家だ。すき家、今のすき家のとこだね。あ、そっか、うん、こっち側じゃなかったの、うん、オリーブって。あってる、すき家側。あ、すき家側か、うんうんうん、あ、そっか、うん、へぇ、そうなんですよ、ね、そっちも。料理長と店長がお酒飲むの大好きで、うん、もう終わったらずっとそっちゅう飲んでましたね。あ、いた、酒飲んでるやついたな。なんかね。いやいや、ジェットインコアジさん、僕はレストランの厨房で580円でした、うん、厨房じゃなくて厨房で、厨房、中学生の頃の厨房って書いてあっ厨房だってなってきました。入木恵さん、私今950円ですと。いや、高い、高い、高いね。時給で、時給で換算してるのかな。時給なのかな。そうですよね、うんうん、高いですね。え、高校時代もバイトとか。高校はやってないですね、大学の時。やってないです。うん、俺はあの、郵便局で年賀はがき。ああ、ね、じゃあ部活とかはやってないんですか。いや、バリバリやってたよ。あ、やってたんですか。やってて、だからそこしかできなかったのよ。あ、なるほどなるほど。今配達しないんでしょ、なんかバイトは。でもなんかあるって聞きますよ、郵便局の。いや、だから仕分けはするけど、あるかも、ね、うんうん、配達は今あのそのなんて社員がやるみたいな。そうだと思います。俺らの頃は配達までしてたね。だから原付持ってたから、原付の後ろにカゴをくっつけて、縛りつけて、なるほどなるほど、そこに行って、首里だからさ、あ、すっごい細かい道よ。いやいや、ありますよね。そうそう、あれを配って、まあでもいい勉強になりました。あ、こんなとこにこんな家があるんだとか。日雇いのバイト、よくあの大学の時にね、うんうん、学生サービスセンターとかでよく募集してるじゃないですか、うんうん、あれで、まあ、よくちょくちょくやってたんですけど、うん、一番きつかったのが、10代の、
まあ、龍大附属小学校のあたりから中城の方に行って、うんうん、あの ちっちゃい道、うん、あので高速 あの北中のところ行く、はい、あの道があるじゃないですか、うん、分かります、うんうん、あの県道、うん、あそこをゴミ拾って歩くっていうバイトがあって、道に落ちてるゴミ結構な距離じゃないですか、まあまああるよ、行って、うん、もう結構炎天下ですよ、うん、でずっと拾って行って、うん、でその北中の高速も行って、うん、でもうちょっと行ってその突き当たるんですよね、うん、道にね、うんうんうん、でそこで折り返すんですよ、うん、あそこで折り返すっていうか、もうそこまで着いたから、うん、あもう終わりだと思ったら、うん、また折り返して、うん、反対側もやる、反対側もやって、ハードなバイト。もういやそば、そば屋さんがあるの分かります、それで皆さんあと1分ですね、あの長い話は嫌いって言ってた人がまあまあ長く喋りましたんでどうしようかなと思ったんですけど、反省です。声が入ってる、いやもうもうでも30分ぐらい経ったんですよ、まあまあ、はい、すみません、もうありがとうございます、ありがとうございます、はい、あじゃあそのオチまで聞く、うん、聞く、まあもうあんまりにも疲れすぎて、うん、その蕎麦屋の前でもみんな昼寝したっていう、玄関もう疲れすぎてなるほど、いはそばで、いはそばで、へえ、これじゃあ90分過ぎても大丈夫ってことね、一応ね、はい、いやまあだからバイトってやっぱいい思い出になりますからね、なりますね、学生のね、うんうん、たくさんの人が見れますね、そう、学生の頃は本当に、しかもそのバイト行ったらほら先輩とかねいるじゃない、うんうん、でまた女性の先輩とかすごい大人っぽく見えたりとかして ね、大学の頃なんか大学1年生と大学4年生の違い、うん、そう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 、あ全然違う、ね、もうだから大学1年生とか19歳やっぱまだ子供なのよ、うんうんうん、もう22とかは大人な感じがすごくしましたね、うん、そうなんですね、ましたね、まあ僕は1年次の必修を取らなかったんで、うん、4年次に1年の必修取りに行ったら周りが子供な感じがしました朝一で行ったら、はい、いやーということでちょっとまたバイトトークもできるかもね、うん、これまでいろんなのを経験したという、はい、じゃあもうちょっと締めましょうか、うん、はい、はいはい、じゃあ前の、はい、前のじゃんけんですかね、前のじゃんけんではい、皆さんじゃあ今ツイキャス見てる方、うん、はい、もう早めに送ってくださいちょっとタイムラグがあんで、はい、何か選んでください、この間前の負けませんでしたから、そうです、勝ちました、はい、勝ちました、はいはい、じゃあいきます、まーいのじゃんけん、じゃんけんポン、まいのはチョキを出しました、はい、負けないねやっぱ負けないですね、あすごいすごい、ね、あ前のじゃんけんつ、あ新たな才能が、ちょっと伊波さんとじゃんけんしてもらっていいですか、最初はグーじゃんけんチョキ、アイコでパー、分かった勝った、勝つね、勝つ、勝った、最初はグーじゃんけんパー、アイコでパー、あ間違えた、間違えた、パーって言ってチョキを出しました、これ伊波さんと全く同じパターンですね、あグーだ、同じ、間違えた、間違えた、チョキだでしたね、間違えた、間違えた、間違えた、すげえなー、これ俺の仕事だから取らないでもらっていいですか、今もう本気で間違えました、これやられたらもう僕ギノガルフで喋ることないんでじゃあ前の締めてくださいもう、はい、いつもので締めてください、皆さん、歯磨きしてちゃんと寝てください、おやすみなさい、はい、ということでおまけ放送でした、皆さんどうもありがとうございました、また来週それ伊波さんのやつだからね